Hello? Keep recording. I really don't want any more problems. Can we have one episode now? No? Why not? I guess next time. I just want to double check with everybody. Okay. Alright. Oh wait, we're in the middle of something. That's right. Whoops. Let's go. Yes. Let's move. And then we probably will have fun episodes, right? Oh. At least it looks like I'm still recording. Let's see. Hey, those people took it, so I wanna to make it. Let's switch my teammates, yeah? To... Who I don't have on my team before? I don't remember. I love all of them. It's a Hanabi. I think I have Luka before. Oh, but moving on! Control. Okay, get all this one. I think to be boss battle. And yeah, looks like we're safe. Safe for now. We'll listen to the sound effect. It's like I'm in someone's stomach. Majora's Max. The moon. 50年後の未来と比べればまだ小さいけれど。おお。ここへ来ると。あ、ベッドストリングス。多分いける気がする。そうか。その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。 すると、どんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには、確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜群病院。そこへ行けば、必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。 俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。その日の負傷者が怪異襲撃を受けて、病院は今の巣を新館に移転したんだったね。確認だが、僕たち全員で行くのか？10人の集団だと。 病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか。わかな、キッズ、キンゴ、イガイスロスティビハイン。一緒に行く人を絞る？重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ。 どちらにしろ、レッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することは、いたずらにユイトとカサネの負担を増すことになるだけではないでしょうか。それなら俺も一緒に行く。
カサネ一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。家庭の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。But whatever disconnects. 同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。I've got reasons. I've got reasons. 俺は東大ってことか。わかった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜群病院へ、ママに会いに。 Ah, look at those two siblings. この揺れ、クナドゲートが反応してるんだわ。 Is it expanding?飲む。ママのところへ。カサネ、ここで待ってるからな。See you later. Be safe. So pretty. Okay. Oh, by myself. I mean by herself. Yeah, whatever. ここは前と同じ。これは。ああ。I don't wanna look at that. Go, go, go. ママが。いる場所。大丈夫。できる。強くイメージして。ナミ。旧海抜群病院。11年前。Let's go. I'm getting eye teary just from seeing Naomi. My nose is feeling tingling too. Is that it? Naomi.Is that it? Yeah, it's it. これだ。 Let's go. Do I have any brain prints? I should take a look. Ooh. ここは病院よね。診察案内。今日は2009年10月4日。思った通りに跳躍できたみたいね。レッドストリングスの感覚、なんとなく掴んだわ。そう何度も使えそうにはないけれど、ママを探しに行きましょう。There's always a need for balance for power after all. You can't use it all the time if it's gonna be this powerful, you know? I wanna go over here. It will be a waste of time.Sorry guys, I just like to look at the design sometimes. Especially in the beginning of games. I love doing that. Can I send these couches? Alright, let's just, I saw a chat bubble over here. Speech bubble, whatever it is. You guys, whatever you want.
Mm-hmm. So it's a good place to live in. Moving on. There's something here. More checkables. Usually talking to NPCs will divert. It gives me more feel of the game. I haven't had not been doing that for this game though. Okay. Let's go. Mama. Out here. There she is. Oh. Baby girl, it's okay. I bet she really wants to hug her. So, anata wa goosebumps. Kasane na no ne. Watashi wa. Damn it! I want to listen to more music. ある日にね、届いたの。未来の記憶が。Damn. 渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ、過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。No! でもどうして transfer it! Oh my gosh! レイブの中にある私のノートを引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。And this is where they take your brain, huh? そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。Oh. とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。My goodness.頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの。ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな。だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。え、really? わかった。理由はわからないけどそうすればいいのね。待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるって I guess behind seek. Oh, okay. かくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ。ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ。もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すればあの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい。You waited too long. Oh. 怪異警報始まったのね。ママ、
ママの安全は私が守るから。一緒にユイトを追いましょう。ママ。カーリーがいつやってくるかわからない。早くユイトを見つけないと危険だわ。Everybody, remain calm. Yuito, doko nano? Yuito! Mama, abunai! Into her brain, please. Ah, fine. Oh no! ママ、急ごう。そして、ユイト！よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。一緒に行こう。I miss my nephews. They're still asleep right now. あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？コスパかな。この子を安全なところに。ジョースメラギのご子息です。わかりました。さあこっちへ。There she is。 ちゃんとユイトにつけてあげたわ。ありがとう。まだ人の目があるわね。こっちへ。それじゃあ、ええ、お願いするわ。大丈夫、できるはず。ユイトをイメージして帰るのよ、私の時代へ。連れて行って、あなたたちの時代に。Okay, we're doing this. All right, nothing interrupted them. Let's put Wakana in there. We brought mommy. Babe の見せたビジョンと同じ。ということは。お母さん。なぜだ。おい、カサネ、一体どういう？ユイト…ママ！話は後で。おそらく、脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに、元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか？それは大丈夫よ。
私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。Such a soft melody in the background. わかなさんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。けがろ。大ごとじゃなくてよかった。嵐、you got to share the couch, man. おふくろはこの部屋に囚われるって言ってるし。しばらくは休んでもらおう。Everybody's standing. 若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえば、ベイブの中で出た話で、少し気になることがあるのだけど。あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒムカの怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒムカがどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが、しかし重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒムカもできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる怪異も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が透過されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せないだよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが、月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ、怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。Okay, so bun episodes, phase 10. Stand by. Okay, so I guess the next upload. 月の人たちのしたことは許せない。Yes, okay.Okay, we got three people. In the next upload, you guys, I will do this. How about this two? Wakana-san to 暮らしていた頃のことを思い出しつつあるのかな。いいえ、残念だけど。でもママと過ごした日々に感じていた優しく温かな気持ちは思い出せたわ。それはママに会えたおかげよね。こんな形でだけど。Yeah, like this. Only those who like to sit next to each other. Come, I'll sit with you guys. Come on. Okay, well, until next time, you guys. Thanks for joining me. Do I have any presents, though? Oh, I have something! Plugins. The expand. She didn't already has one. Let's give one to Hanabi. Oh, she like all those stuff?
ありがとね。You're welcome. Let's go ahead and equip her. Oh, wait, wait, wait. ユイトは元気かしら? He's okay. 少し話してみましょう。 Yeah, I'll talk to him in the next upload. Let's just go to equipment. Oh.The next strongest, I don't know. I guess I'll do that. Oh. Level 3? Well, super easy mode. I don't need to worry, I guess. Okay, thank you, you guys. Until next time.